皆様、ようこそお越しくださいました。前期と申します。今回ご紹介させていただきますのは、モーターニュークリアさんから発売が予定されております、セイコー混焦電、グアンジアンでございます。今回のこのキット、動画タイトルとかサムネにもありますように、私がよく美少女プラモデルとかフィギュアとかそういったものを購入する際に利用させていただいております77フィギュアさんのご紹介で、メーカーのモーターニュークリアさんから発売前のサンプル品としてご提供いただいたものになります。で、ちょっと補足的になるんですけども、今回のキットパッケージ右上、こちらですね、セイコー混焦電レジェンドオブスタージェネラルって書いてあるんですけども、このシリーズのプラモデルキット、過去にもご紹介したことがありまして、それがこちらになります。で、この動画を公開した時に中国の方からコメントをいただきまして、そのいただいたコメントによりますと、このセイコー混焦電というのは中国の方のウェブ漫画でロボットものが出てくるっていう作品らしいんですよね。ただコメントをいただいた方曰く、ロボットのフィギュアとかプラモデルを売るために作られている漫画みたいな位置づけなようで、ああそういった商売の方法があるんだなぁと思ってはいたんですけれども、よくよく調べてみましたら、このセイコー混焦電、日本国内でもピッコマとかで和訳されたものを読むことできるんですよねっていうのをつい今しがた知りまして、後でこのプラモデル組み立てながらちょっと漫画の方も読めるところまで読んでみようかなと思っております。ちなみに今回のこのキットなんですけれども、動画の概要欄の方に77フィギュアさんのトップページですとか、この商品ページとかリンク貼っておきますので、この動画をご覧いただいて興味とかありましたら、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。で、改めてパッケージご紹介してまいりますと、今ご覧いただいてますのが正面、めちゃめちゃかっこいいんですけれども、これはパースが効いてるとかアングルがどうこうではなくって、ちょっと頭の大きい、要は SD 体型のものなんですよね。右下の方に今回のキットの名前、これですね。これでガンジアンと読むらしいんですけれども、これそのまま Google 翻訳とかにかけて翻訳してみますと、やり手っていうような意味があるようです。なんかそれはそれでなんかかっちょいいと言いますか、そんな感じのキットなんですかね。で、先ほどのした通り、このパッケージラストはデフォルメ体型になっているんですけれども、これは元々の漫画でもこの体型で出てくるわけではなくって、どうも漫画の方は8頭身、9頭身ぐらいのスマートなロボット体型で出てくるようです。ですので言うなれば、原作ロボットのデフォルメ体型、そんな感じかもしれないですね。で、箱の大きさは結構でかいです。で、側面の方ですけども、こんな感じになっておりまして、こちら。今回のキット、いわゆる内部フレーム、金属パーツを利用したものが別に入っておりまして、その外側から側を取り付けて、こんな、まあ、これが言うなれば、軽装状態ということですかね。こんな感じにできるようです。どことなく、鉄血感とマシン英雄な感じが混ざっているようなデザイン。ただ、カラーリングも相まって普通にかっこいいんですよね。で、こちらの方に、手持ちの武器のこととか、で、この赤いウィンクみたいなもの、これバックパック部分なんですけれども、こんな巨大な羽といいますか、マント状のものをつけて、かなりダイナミックに稼働ができるようです。で、側面が、こんな感じに。なっておりまして、反対側がこちら。これがフロントとバック、高さは約14センチと書いてあります。で、こちらが可動部分の説明ですとか、あとは細々とした注意書きが書いてあります。では中身の方もご紹介していくんですけども、何分この箱の大きさで入っているパーツ数もなかなかな分量がありますので、前もってランナー確認した際に、ちょっと気になったところだけ抜粋してご紹介したいと思います。紙類は後でご紹介するとしまして、まずはこちら。金色のパーツですね。これも中国製キットあるあるなんですけれども、当然こんな金キラな成型色ではなくって、ランナーごとゴールドで塗装したものになります。やっぱりこういった金とか銀のカラーリングっていうのは別途塗装してあると、追加で塗装する必然性がないっていうのもありますけども、キラキラしてて綺麗でいいですよね。で、あとは、こちらの方にですね、こんな感じにゴールドの部分塗装もされたパーツもあったりします。で、あとは、こちらのパーツですね。これパッと見よくわからないと思うんですけども、レッドのクリアパーツのこの表側とか、裏側に、このシルバーで塗装がされております。金とか銀の塗装っていうのをちょいちょい見かけましたけども、クリアパーツにこの銀塗装して、こういった部分とか、下のシルバーに光が反射して、よりキラッとするような加工、こういったものがあらかじめ施されてるっていうのは素晴らしいですよね。で、あとは、こちらの方に、別な箱に入ってますが、これが内部フレームのパーツ。中開けてみますと、こんな感じに、ちょっと上下逆になってますけども、こういった持った感じも結構重みのある、ダイジェストですかね、を対応した、言うなれば骨格パーツが同梱されております。ちなみになんですけども、水転写デカールは全く入っておりません。その代わり、ちょっとこの段階では細々全部ご紹介できてないんですけれども、各パーツにですね、先ほどご覧いただいたパーツもそうなんですけども、こういった他のパーツも、主だったカラーリングがすべてこのパーツの段階で、ほぼほぼすべて追加で塗装されているものですから、おそらくデカールなしでも普通に無塗装、バチ組みで、まあ無塗装という言い方と変かもしれないんですけれども、パーツを切り出して組み立てるだけで、カラー再現度の高いキットを組み立てることができると思います。そしてこちらが作り方の説明書。グアンジアン。こうやって改めて見るとやっぱりかっこいい激画調のイラストですよね。まあどっかで見た感があるのはこの際良しとしましょう。で、中に参りまして、こちらが
まあ、内容物ってとこですかね。外装部分と内部フレームで、こちらがこのマウント部分を展開した各種ポージングですね。でこれが立った状態のフロントとバック、でこれが手持ちの武器類。前までチラッとしかなんだ見てないんですけども、この細かいカラーリング全てパーツの方に塗装されてた気がします。で台座の下側の方に公開のハンドパーツがマウントすることができるようです。で次のページがパーツリスト。各パーツの頭についてのちっちゃい利点は私の方で欠品がないかどうかチェックしたものになります。見開き2ページ。とはいえ余白も大きいですし、複数ランナーが入っているとはいえ、そうベラボーに多い分量ってわけでもないですよね。で次のページに若干の注意書きと、この内部フレームが実はこんな風に分割できますよっていうことですね、が書いてあります。で次から組み立てが始まりまして、まずは頭部の組み立て。上の方にどのランナーを使うのかってこの前もって書いてあるのは作りやすくていいですよね。でこんな感じに頭部を組み立てていきまして、次にボディの組み立て。次のページでボディの、まあ、これも内部フレームがありますので、その外側から外装パーツを取り付けていくって感じですね。でここでボディが完成。次のページで今度は腰部部分の組み立て。なんかこの辺の形状とか、なんかぎっしり感がないこともないってとこじゃないでしょうか。でスカート部分とか取り付けていって、ここで腰部が完成。で次のページで今度は腕部の組み立てですね。これも同じく内部フレームの外側からパーツを取り付ける感じで、まずはこちら左腕を組み立てております。でこんな感じに肩の部分とか作っていって、ハンドパーツを作っております。でハンドパーツを取り付けて左腕の完成。今度は同じように右腕の組み立てになります。でここで右腕が完成。で次のページで今度は脚部の組み立て。これも内部フレーム部分の外側からまず左足の方を組み立てております。パッと見た感じ、そうベラボにパーツが多いわけではないんですけれども、まあ、細かくパーツも分かれておりますし、部分塗装で細かくカラーが分けられていましたので、おそらく組み立てるだけでもかなりの完成度を誇ると思います。でここで右足の組み立てに入りまして、でここで右足が出来上がりましたら全体を連結して、まあ、これは軽装といったら変かもしれないんですけども、本体の完成。次にこちら左上にも書いてありますけども、バックパックではなくてナップサックユニットなんですよね。ちょっとあんまり聞かない呼び方なんですけれども、要はバックパックパーツです。まずこれは基部部分ですかね、をこんな感じに作っておりまして、ここからマント部分、先ほどご覧いただいたレッドのクリアパーツの裏側からシルバー塗装がされていたもの、あれをこんな風に組み合わせていって、まあ、マントというかウィングパーツを組み立てております。でこれが全く同じものが2個出来上がりまして、基部に両側から接続で、要はこれが2個できるということになりますので、羽は合計4枚ってとこですね。でそれを取り付けるフレーム部分を作っていって、でここでまず左の翼、同じもので右の翼で、これのもの出来上がりましたら真ん中の部分に接続して、背中にマウント、ウィングの可動の説明があります。でここからはウェイポイント、武器の組み立てになります。上にもありますけども、この巨大なブレードのエフェクトのことであったり、このちっちゃめのブレードについては長めのものが2本、短めのものが4本と、結構本数が多めのブレードの武器となっております。でこんなの作っていきましたら、腰部にこんな風に短いものは左右2本ずつマウント、ででっかいものは背中にマウント、でまあ最もでかいものは腕にマウントってとこですかね。手のひらの中に武器を固定するジョイントがあるんですけども、武器側の方は左右それぞれどちらでも立つかということで反転させて使うようです。でこんな風に武器選択できますよってことが書いてあります。で最後のページがこちら、展示ベースの作り方とその使用方法が書いてあって、最後のページに各種ポージングの完成の写真が載っております。組み立てるだけでこのカラーリング、このキットが出来上がるって素晴らしいと思うんですよね。説明書以上こんな感じですね。では早速組み立てて完成品の状態ご覧いただきたいと思います。ほんの数パターン程度ですが、ご覧いただけました。いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。で、それに先立ちまして、今回のこの商品、ガンジアンについてちょこっとだけ調べてみました。ちなみに、先にちらっと話したピッコマの方に連載されている漫画ですね。あちらの方、読めれるところまでさっと読んだんですけども、まだこのロボット出てきてなかったです。
で、今回ご紹介するのは SD 体型のプラキットなんですけども、すでにアクションフィギュアとして9頭身、10頭身ぐらいの商品が出ているんですけれども、そちらの方、定価がおそらく2万7000円前後ぐらいですかね。中古市場も含めて実際の取引価格は1万8000円ぐらい。まあまあお高めな商品でした。ちなみに Amazon の方にも売ってるんですけども、こちらの方はなぜか14万円というわけのわからん金額になっておりました。では改めて付属品や交換パーツの方からご紹介してまいります。まずは左奥、こちら専用の展示ベースですね。結構ごっつい安定感になりそうな展示ベースをしております。先端部分につきまして、今これ長めのものをしてるんですけども、これは宙に浮いた状態、先ほどターンテーブルでも使用しました。もう一個こちらのちっこいものですね、これをこの位置で付け替えることによって立った状態で支えることができます。で、この展示ベースですね、説明書の中にありましたけども、この裏側がありますとこんな感じの形状しておりまして、ここの部分にこんな感じに使ってないハンドパーツですね、を差し込んで収納といいますか、マウントしていくことができるようになっております。今回付属するハンドパーツ全部で合計6個なんですけれども、6箇所全部ありますので、単純に飾っておくだけではなくって、お片付けの時にどっか行かないようにここに取り付けておくことができます。軸そのものに可動はないんですけれども、今回のキットそもそもまあまあ重いですし、武装も豪華なんですけれども、きっちり保持することができるようになっております。次に交換パーツとしまして、ハンドパーツ、今本体に付けてありますのがグッと握った握り手、それ以外に2種類。まずこちらの方が開き手、左右一対ボールジョイント接続ですね。次にこちらが武器持ち手、このままでは武器持たすことができないので、親指部分とか外して、この手内の真ん中ですね、お伺いできますかね、あの突起の部分にグリップ部分の穴を差し込んできっちり保持することができるようになっております。次に手前に並んでおります武器類、一応説明書の方に表記があったんで、それで呼ばせていただきますけども、発音とか違ってるかもしれません、その点はご容赦ください。まずこちらの最も巨大な刀、風流巨刀というところですかね、まあ竜を封じた刀ということで、今回の武器の中で最も豪華でボリュームもあるメインの剣ってとこじゃないでしょうか。そして今回のキット、ランナーごと塗装されたパーツが対応されてますので、このゴールのところとか綺麗にキラッとしてますよね。このクリアパーツのところも非常に綺麗です。で、ここにありますこのブルーのクリアパーツ、エフェクトなんですけども、それを取り付けるときには、ここの上のグレーのパーツですね、これをこの部分で一旦これ外しまして、この上からこのエフェクトパーツをこの中に取り付けることによって、この刀を豪華に振っている、そんな状態にして持たすことができるようになっております。このクリアパーツもなかなか鮮やかで、かなり迫力のあるポージングで飾ることができると思います。次にこちらが帝魂長刀っていうんですかね、まあ、定める魂長い刀ということで、長さそのものは実は先ほどの刀とそんなに変わらないんですけども、ここの部分刀身かなりスリムなので、デザイン的にこちらの方が好みって方もいらっしゃるんじゃないですかね。で、この刀については手に持たせるわけじゃなくって、マウントするときにはこちらのウィングバックパックの後ろですね、ここに2箇所ホルダーがありまして、ここにマウントすることができます。で、こちらが2本。次に今マウントしたものに刺さってますけども、こちらが帝魂短刀ですね。当然この状態からこんな風に抜刀することも可能なんですけども、こちらの刀小さいだけで、デザインは先ほどご覧いただいた長刀のものとほぼほぼ同じです。この長刀をそのまま小さくしたっていう、そんな感じのデザインですね。ただこちらの方もこの刀身部分ですね、これはランナーごとシルバーに塗装されたものなので、短いながらもデザインもかっこよくて、このキラッとしてるところかっこいいですよね。で、この納刀するホルダー部分なんですけれども、ここのピンで、こちらについてはサイドスカートの側面、ここにピンが流れるので、そこに差し込むことができます。で、さらにこの上側の部分がこの土台の部分の後ろ、下側が前で、それぞれピン接続なので、ここで固定しても上と下でこんな風に刀の向きを変えることができます。まあ、これは単純にポージングの際に巨大なウィングとか、あと他のパーツとか、そういったものと干渉しないように、それぞれ稼働させることができるようになっております。これらが合計4本で、ホルダーは2つ、サイドスカートにマウントすることができるようになっております。で、本体より先にウィングバックパックの方を簡単にご紹介したいと思います。まあ、これもこれでかっこいいですし、結構なボリュームがあるんですよね。こちらが正面になります。ここの部分で背中にマウントです。で、先ほどお話しした長刀の方を、ここの部分に、この外側からカチッとはめ込んで、ちょうどこのクリアパーツがここの窪に来るように、この位置でこんな風に固定してマウントすることができるようになっております。で、この刀をマウントした部分については、クランクの接続になっておりまして、この状態からここで上下とか、根元の部分で上下稼働させることができます。で、これ全体で左右の稼働もあります。で、両側のこのマント的なウィングの部分、これもベースなるパーツのところに、ここの軸で全体でここでこんな風にぐるぐる回すこともできますし、さらにこの位置で前後の稼働もあります。で、あとはここの部分とこの部分とこの部分、3箇所ですね、で使ってこのように外側に展開させることもできますし、この内側に前の方にマントに持ってくるとか、あと先ほどもご覧いただきましたけども、この状態、内外の稼働だけじゃなくって、干渉を避ければここの部分、こんな風に
上側に持ってくることもできますので、奥の方のパーツと合わせて外側に向けておけば、こんな風に翼のように演出させることもできます。で、このレッドのクリアパーツ、これランナーの段階でもご紹介しましたけども、裏側が全てこのシルバーですね。これで裏がきれいに塗装されているものですから、正面から見た時にこの内側に施されているレリーフとかもはっきり見えますし、中が透けるわけではなくって、シルバーで照明とか光も反射するので、かなりここの部分美しいマントのデザイン再現されているんですよね。で、両側の真ん中にありますこのブルーのパーツも内側がシルバーであらかじめ塗装されているので、これも中が透けてこずにこのキラッとした感じ、クリスタル感が見事演出されていると思います。では一旦このウィングパーツは、どのみち先ほどの方のもそうなんですけども、最終的にフル武装状態ご紹介しますけども、一旦この辺に置いておきまして、ガンジアン本体ご紹介していきたいと思います。で、先にですね、軽く大きさの比較してみたいと思います。ロートキットということもありますし、そうベラボに大きいわけではないので、私の持っているプラモデルの中で HG のガンダムマーク2横を並べてみますと、こんな感じで、肩の高さまでで言いますとほぼほぼ HG ぐらいですね。頭がでっかいのでそれより大きいわけなんですけれども、外箱の方には約14センチって書いてありました。ただ14センチっていうのは、ここの、この頭頂部の位置が14センチっていうだけであって、ここの両側のこの尖ってるところですね、まで含めますと約16センチになります。全体的に非常にマッシブですし、サイズ感以上の迫力を感じることができます。では改めまして、可動とか含めてご紹介してまいります。手で取りますと、このぐらいのサイズ感になっておりまして、内部フレームに金属パーツが多用されているので、見た目の大きさ以上にこの手に伝わってくるずしっとした重さ、結構心地いいんですよね。では上の方から順に可動とかも含めてご紹介してまいります。あ、ちなみにこの状態、ブルーとかレッドとかゴールド、結構細かくカラーが分けられてますけども、これらは全てパーツの成形色、もしくはあらかじめ施されていた部分塗装によるものなので、完全な無塗装パチ組みでこの状態ものが仕上がっております。この辺のカラー再現のも素晴らしいですよね。で、まずお顔こんな感じになっておりまして、お目目のところはグリーンのクリアパーツ。頭頂部のこのブルーも基本よほど小さいクリアパーツでない限り、ほぼ全て裏側からシルバーで塗装されているので、どのクリアパーツもめっちゃ綺麗です。で、頭部は頭部側がボールジョイントで、首の付け根もボールジョイント、これらを利用して前とか後ろで当然こうぐるぐる回したりかしげることもできるようになっております。別に肩腕回り、なんて言いましても作ってた時に思ったんですけど、この肩ですよね、某龍河剣っぽさがものすごいあるんですけれども、このサイズ感のせいもあるかもしれません。ちなみに頭身バランス的には龍神丸よりもグランゾーというような感じですね。で、肩についてはぐるぐる回るだけじゃなくって、分かりできますね、こんな風に引き出し式の前側にですね、関節もありますので可動域はかなり大きいです。で、肩アーマーについては腕とは別に肩と胴体の間のパーツに刺さっているので、こんな風にここだけで角度変えることも可能となっております。で、外側のこの部分ですね、幅は狭いんですけど、ここもこんな風に後ろに稼働させることができます。で、腕については目いっぱいやっても、この肩アーマーがあるのであれですけど、上げておけばほぼ水平ぐらいま で当然ロールもありますし、肘についても関節で二重関節グイッと曲げればかなり大きく、こんなぶっとい腕ですけども曲げることができます。個人的にこのちっちゃいゴールド、これも部分塗装されてたっていうのは素晴らしいところです。で、手首はボールジョイント接続、これ今目いっぱい押し込んであるので隙間あんまないんですけども、ちょっとこんな感じに引き出しておけば多少こう手首の角度を変えることができるようになっております。で、次に胴体胸周り、ここもこのクリアパーツとかゴールドの塗装めちゃめちゃ綺麗ですよね。黒ベースにゴールドなんで余計かっこよく感じます。で、胴体は胸部と腹部2箇所に可動があります。それぞれで軸でぐるぐる回りますし、胸部についてはこの位置で前後ろの、そんなに大きくないですけども可動があります。で、左右に傾けることも可能です。で、続きまして腰部腰周り、まずこのスカート類ですね。まずフロントスカート部分についてはボールジョイント接続で、この位置ちょっと乾燥しがちなんですけど、うまく良ければこんな風に水平以上の角度まで持ってくることができます。で、ちょっと腕邪魔ですけども、サイドスカートについてはボールジョイント、接続の根元の軸ですね、そこにもこの前後のスイングがありますし、先端のボールジョイントで後ろとの可動とか向きをグイッと変えることも可能となっております。で、リアスカートについては左右連動してここでガタガタと動かすことができるようになっております。リタゴのスカート類上げておきますと、股関節の接続は軸接続、ちょっとこの構造はうまく伝わるかどうかあれなんですけれども、この位置で分かりますかね、接続位置は若干前目です。で、そこから若干後ろの方に軸が伸びて、そこには太ももが刺さっている感じです。特にクランクの可動ではなくて L 字のままの可動で、ここの状態から足を前に持ってくるとこんな風にちょっと前にスイングする感じで足が出る感じですね。で、後ろの方は逆に後ろの方が若干少なめです。で、外側についても大きくこんな感じにスカートを上げておけば脚部を持ってくることができます。で、当然ロール軸もありますので反応立ちも可能です。膝についてもこんな感じ、二重関節、太いんでそんな思いっきり大きく曲がるわけではないんですけれども、それでもこんな感じに
かなり大きく、まあ、90度ちょいってとこですかね。このデザイン、この形状でここまで動けば十分だと思います。あと個人的にこのすね周りにあります赤いこのメタリックの塗装、これがめちゃめちゃかっこよく感じるんですよね。エアインテックっぽいところとか、全体的に黒ゴールドなだけにちょこっと入ってるサッシの中ってめっちゃ目を引くものがあります。で、足首はこれはちょっとこの状態だと分かりにくいと思うんですけども、すね側と足首側両端がボールジョイント、その鉄アレイ状のパーツのど真ん中にこのくるぶし部分の走行パーツがはまってるって感じですね。ですのでこの状態で足は後ろがこのぐらい、前がこのぐらい、前側の方が大きいですね。で、このくるぶしの部分のパーツはそれとは別にこんな風に角度があることができますし、つま先にも下とか上方向若干の独立した可動があります。全体的にこの SD 体型とはいえカラーリングを含めて非常に美しい出来上がりになっているものですから、さらに加えて金属パーツを利用した内部フレームに外装が付いているという構造なので、各関節の渋みがかなり硬いのもあるんですけども、逆に硬くても金属パーツなのであんまり破損を恐れずにガシガシとポージングが取れるっていうのは、あれこれ動かして遊ぶということを考えるとかなり楽しめるキットじゃないかななんて思います。では最後にですね、ウィングとかあと全ての武装を取り付けた、まあ、先ほども一回ターンテーブルでご覧いただきましたけども、フル武装状態改めてご覧いただきたいと思います。まあ実際あれこれ取り付けるだけなので作業手順のところは割愛させていただきまして、この状態からフル武装にしますとこんな感じになります。ウィングをつけたことによって幅が増して、さっきの状態に比べて相当迫力が増してますよね。黒ベースにゴールドラインに加えまして、ウィング部分のレッド、これも単純にクリアパーツそのままではなくってシルバーが裏から塗られていることもあって、ちょっと重いレッドになっていて、それがこのキットの迫力に一役買ってるかなって気がします。ちょっとこんな感じ並べた感じ見ていただいてもどうでしょう。かなりかっこいいですよね。持っている武器が全て刀っていうのがどことなく侍感があって、こういったロボットってどちらかというと銃器を使ってる方が個人的なイメージが強いんですけれども、全て刀剣っていうところが結構渋いというかかっこいいんじゃないですかね。横から見てもかなりの厚みがあります。背中の刀もいい感じですよね。ちょっとこの斜め後ろから見ていただいても、ウィング的な赤いマントのような部分ですとか、全体的にほんと綺麗なカラーリングしてますよね。これが完全な無塗装のパチ組みでこれだけのものが出来上がるっていうのは、それだけでも手に取ってみる価値があるんじゃないかななんて思います。あとやはり金属の内部フレームが使われている必要もありまして、かなり関節いい意味で硬いんですけれども、それでもあんまり破損とかを気にせずにガシガシ遊べるっていうのは、こういったデザインのキット楽しむにはちょうどいいかなって気がしております。まあ正直肩の3本爪とか腰部の丸いクリアパーツとか頭部の形状とか、いろんなかっこいいロボットの特徴的な部分を想起させるデザインでは確かにありますけれども、それをこうやって一つにまとめて、しかも SD 体系でこのかっこよさっていうのは、かなり飾り映えがするキットだったというふうに思います。セイコー混焦電ガンジアンはこんな感じでした。といった感じでご紹介してまいりました、セイコー混焦電ガンジアン、いかがでしたでしょうか。これまでこういった中国製ロボットプラモデル、9頭身10頭身ぐらいの頭身高めのものはいくつか作ったことがあるんですけれども、 SD 体系は今回が初めてでしたね。ただ SD 体系とはいえそんなずんぐりむっくりっていうわけでもなくって、本来のロボットに比べてデフォルメされているとはいえ、普通にこれはこのままアニメとかゲームに出てきても遜色ないぐらいスタイリッシュなデザインをしていたと思います。あとは何と言いましてもこのカラー再現度ですよね。繰り返しのご案内になりますけども、今回のこのキット、私の方で色は一切入れておらず、全てパーツの成型色であったり、パーツにあらかじめ施されていた塗装だけで、無塗装パチ組みでこのカラー全てが再現されているっていうのは本当に素晴らしかったと思います。しかもゴールドとかシルバーについては成型色ではなくって、ランナーごと綺麗なカラーで塗装し直されているものですから、組み立てている最中でもかなり楽しく作ることができました。あと先ほど細かくは触れなかったんですけれども、実はこのキット表側に出てくる合わせ目というものがほとんどありません。要は合わせ目があるところでも上から別のパーツで蓋をすることによって、デザイン上のつなぎ目は出るものの、本来あってほしくないところの合わせ目っていうのは出てこないような、そういった細かい配慮もなされていて、そういったところも非常に好感が持てました。まあなんやかんやどっかで見たことがあるデザインがあちこち散りばめられてるなっていうのは確かにありますけれども、それはそれとしてスタイリッシュでかっこいい、そして金属パーツを多用した内部フレームによってガシガシ遊ぶことができる、非常に満足度の高いキットだったというふうに思います。で、今回のこのキットなんですけども、冒頭にもお話した通り、発売前のサンプル品をメーカーさんからご提供いただきました。ですので、今現在予約受付中なんですけれども、概要欄の方に私が普段購入している77フィギュアさんのトップページですとか、今回の商品ページリンク貼っておきますので、今回のこのロボットキット、あ、かっこいいなと思った方は、ぜひそちらの方もチェックしてみて、ご予約の方されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。
最後までご視聴ありがとうございました。